よう。で、おはよう。ご飯食べる？食べる？食べるか。はい、今日の朝ごはんはちょっといつもと同じ感じになってあんまり面白みがないんですが、私は、アサイとバナナのスムージーですね。夫はヨーグルトと、グラノーラナッツっていうもう朝ごはんの定番のものを食べようと思います。はい、というわけで、本日もね一日の食事 Vlog っていう形で、私の、まあ、夏バージョンとかよくやってたので秋バージョンっていう形でやっていこうかなと思います。とは言ってもそんなに別に変わんないんですけども、はい、今日はお昼をねちょっと外に出かけして食べに行こうかっていう話を夫と、していたので軽めに私はスムージーだけにしております、はい、じゃあいただきます。あら、食べんと？食べるやろもう。いただきます。お先に失礼いたします。うん、おいしい。なんか結構あれかもね、私はさお昼さ食べる時どっか外とかなんだろう友達と約束してるって時とかは結構軽めにしていくかも。朝ごはんそもそもがね、よく私たちの定番の朝ごはんヨーグルトとグラノーラっていうくらいで十分なので、私も夫も朝ごはんはだからなんか野菜ジュースとかで済ませることもあるんだけど、今日はバナナもあったし、アサイもコストコでこの前買ってたのでスムージーにしてみました。美味しい。アサイ美味しいよね。最高です。でも結構たまるよねスムージーってのお腹にね。うん、飲む。ちょっと美味しい。美味しい。シンプルに美味しい。うん、なので、まあもう簡単に済ませて、もうヘアメイクはだいたい終わってるので、あとは着替えてからお家を出ようかなと思います。はい、今日てんちゃんも一緒に行くよ。ね、てんちゃん。てんちゃん。はい、今日はこの子も一緒に行きますってね。最近涼しくなったけん一緒に出かけするもんね。お口から匂いがするな。ダメダメダメ。はい、じゃあ行きまーす。レッツゴー。プシッ。はい、というわけで、今からねお昼ご飯を食べに行っているところなんですけども、今日はそう大濠公園にね、まあいつものことなんですけど大濠公園に今もうすぐ着くところです。てんちゃん何やってる？お腹空いたかな。さっき朝ごはんあげてるんだけどな。後であげるね、お菓子ね。そう。で、
急遽みなみちゃんのところと連絡が取れたので、みなみちゃんのところと一緒にランチを食べたいと思います。はい、あの大濠公園のところにあるレストランがあるんですけど、まあ、よくねそこ利用したりしてて、なんか久しぶりに外で天気もいいし食べたいねっていう風になったので、そっちでご飯を食べようかなと思います。私ね結構今ハンバーグ食べたい気分なんよね急に急になんかわかんない、なんかいろいろあるじゃんそこさ、まあ、お魚系もあるけどハンバーグ美味しそうやなと思ってて、ちょっとまたメニュー見てからになるんですけど、はい、ご飯食べて楽しみたいと思います。あ、ちなみにねちょっとご飯系でいくと、これなんか前の動画で紹介したかなと思うんですけど、あずき美人茶っていうオーガニックのお茶で、まあ、あの飲み物ね、喉乾くので車移動の時必ず何かしら持って行ってるんですけど、今日はこれを持ってきました。はい、これねめっちゃいいですよ。あのむくみが結構取れるので、ポリフェノールが 191.5mg、 カリウムが 81.0mg 入ってるんですけど、そうこれをこう1本飲むと結構ね次の日すっきりしてたりとか、その日の夕方ぐらいからすっきりしてたりとかするんで、めっちゃおすすめです。はい、ちょっと今日は1日の食事 Vlog なのでこういうのもちょっと紹介してみました。じゃあもうすぐ着くのでお昼ご飯食べたいと思います。よいしょいいね、すごく綺麗です、秋って感じ。はい、今日はみんなでブラウンコーデです。てんちゃんうろうろしすぎよテンションめっちゃ上がってるじゃん。はい、私も今日はブラウンです。また後で撮ります。楽しそう。でもさ、これも美味しそうなんよ、ポークロースグリル。美味しそう。前回これ食べたからこれにしよう。こっちにする？いいじゃんいいじゃん。でもね、ハンバーグもいいんだよね。さっきからハンバーグって言ったけんさ、どっちかやな。決めてたハンバーグにしました。でライスにしました。サラダとこれ何やったっけ、何のポタージュ、さつまいも、美味しかったよ、ポタージュです。で、はい、グラタンです。何 Vlog？ コーデ Vlog。 1日食事 Vlog でした。1日食事だって1日食事です。いただきます。でいつもねお家パターンが多いけん、こんなとこ来ないくせにいつも外バージョン作ろうかな。1年ぶりぐらいうちら。お、あ、そここだって前回さ、行こっかてん、りーちゃんちょっとここで飲み物買おうかなと思います。食べたりしない、おしゃれな感じの食べたたーって違う違うたらたたーって。テラスで待ってく飲み物そこで待ってく。そうね、おいなり、おいなり、はいそういつもねやるけんね。こっちがレモンソーダ、和紅茶ティーレモンソーダ、なんか和紅茶みたいなのがすごいねここは有名だから、そっち系が多いんだけど抹茶ラテとか。いつも私は抹茶ラテにするけど、この和紅茶チャイのホットにしました。チャイ、チャイ、こっちみなみちゃんは抹茶ラテ、はいやっぱね、お出かけしてるときは飲みますね。何かしら毎回寄ってるね、寄ってるね、スタバかココかって感じです。ちょっと飲んでみたい。いただきます。あ、美味しい。でも、うん、はい、じゃあ
みなみちゃんたちとお別れしたので今から帰りたいと思います。お腹いっぱいやな。夜ご飯どうしよう。じゃあ行きます。ギュン。はい、というわけで、お家に帰ってきまして、いろいろねお片付けだったりだとか、私もちょっとズボンはね今日スカートだったので履き替えたかったので着替えてっていう形で今に至るんですけども、夜ご飯ですね、ちょっとパパッと簡単に準備したいなと思います。はい、パパッとっていうのさ私の口癖なんですよね。すごい皆さんに言われちゃう。まあそれは置いといて、今日の夜ご飯なんですけど、外食とか行くとやっぱりその分なんだろう、カロリーも普段よりやっぱ取っちゃうし、で結構量も食べちゃうじゃないですか。カフェ行ったりとかもするし、だから正直めちゃくちゃお腹空いてるかって言われると今そこまでお腹は空いてないんですよね。まあただ、まあ、軽めにはこうね取っておきたいなっていう感じなので、本日のメニューは、マーラータン風お鍋をちょっと作っていこうかなと思います。っていうのも今日さお昼みなみちゃんと会ったじゃないですか。でみなみちゃんがマーラータン最近作ったんですよねみたいな話をねしてたから、あマーラータンいいなと思って、はい、なんかインスタで調べたら業務スーパーのさ有名なこれあるじゃないですか、じゃん、これね、これを使ってそう簡単にできるってことだったので、まあもう今日お鍋ね、この3日間の夜ご飯の時にも紹介したかな、このお鍋を使って作っていくんですけど、まあ、ちょっと多めに作っておいたら明日また食べれるので、今日も、パパッとまた言っちゃった作っていきたいと思います。はい、じゃあやっていきますね。白菜はもうちょっと先にやっちゃいました、切りました。あとはもう簡単で小松菜切ってエリンギ、まああと人参もいいかなと思って人参入れて、うん、あとはまあえのき入れるかちょっとそのあたり、まあお豆腐も入れたいからちょっとそこら辺は考えつつ何を入れようかなっていうのは作りながらやっていこうかなと思います。はい、まあ、私はもうお鍋だけにしてご飯は食べません。はい、こういう感じでいつも食事管理は食べ過ぎたなと思った時はまあ一応やったりはしてますね。はい、じゃあやっていきたいと思います。材料は野菜はこんなもんかな。ちょっとお豆腐優先で入れたいからえのきは考えます。野菜切り終わったので、今から、中に入れて煮詰めていくんですけど、まあ、初めて作るので、はい、そこは少し優しく見ていただければなと思います。まあ、ちょっとうまくできるか分かりません。インスタで見て、初めてやってみます。はい、めちゃくちゃあれやん、保険かけるやんって感じやけど、とりあえずこの大きめの鍋でやるので多分作り方的には1人分でやられてるっぽいので2倍の量で全部やっていこうかなと思ってます。はい、とりあえずお水を600と、それに対して豆乳を400かな入れていきます。足りんかった、新しいランケット。なんか本当はね無調整がいいらしいんだけど、これ無調整よね。まあ何でもいいでしょ。そうそうそう、楽しむのが一番です、料理は。まあ今回のね一日の食事 Vlog は多分ちゃんと料理するシーンってここだけになる気がするんですけど、まあこういう日もあるよねっていうことで見ていただけたらなって思います。400ね。私普段測んないんですよ、こうやってあんまりね。そうだからさ、久しぶりに測るとちゃんとこれ400なのかなって不安になるよね。入れます。わお。で火にかける。これ業務スーパーにあるこちらを使っていきます。これさ入らんよね、大さじ。どうしよう、小さじでやるか。うん、だから小さじで6や入れましょう。それでも入る、入るか。
入れるよ、じゃあ、はい、こんな感じです、うん、大体で3 あやばいやっちゃった、4、5杯で一旦ちょっと様子見ようかな。事故、初めては事故が起きますね。どうだろう、ちょっと一回様子見て、え、これ待って、出汁の素やん、えぐいえぐい、あ、やばいやばいやばい、まあそれも美味しいよね失敗、間違えた、こちらでした、こちらがいますなんか違うと思った、一回私ちょっと今日頭が回っとらんな、まあいいよね、多分美味しいはず、小さじ分しか入れてないもん。ちょっと一旦これで様子見ましょう。ちょっと辛くてもいいかなって思うか、辛いかな、ちょっとだけ大丈夫かな、今回のと小松菜のまずは茎の部分から入れとこうかな。で、白菜も一旦硬い部分から入れておきましょう。にんじんも入れます。縮むので一旦こんなもんで、で豆腐ドンと入れましょう。で、ある程度煮詰まったら、お肉は別茹でするので、お肉とあと春雨ですかねを入れて完成って感じです。美味しくできてるかな、ちょっといろいろハプニングありましたが、はい、じゃあ行ってらっしゃいませ。でもいい匂いするね、うん、ここに感じだと思う、美味しい。最終、この前コストコで買ったカット春雨を、まあ、あのお鍋の時はもうこのまんま入れちゃっていいみたいなので、最後入れて1分間ぐらい煮込んだ完成なのかな。どんくらい入れようかな。これもさ、初めてなのよ、今日本当に初めてだからさ慣れてないイメージ、ちょっとこれ絶対多いよね、意外とこんなもん。そこにいる夫に聞くっていう、ちょっと入れすぎ、入れすぎな気もするじゃあ、うん、こんなもん初めてのさ料理作るときさ、なんかワクワクするよねなんか不安なんやけど、こえなんかまあ美味しくなるかなみたいな。結局ね、なんかレシピ見ても私ね、自分流になっちゃうんですよ。あ、もうこれないからこれ入れちゃえとか、そう、そういうパターンなので、まあ、今回もオリジナルでございます。というわけで、このマーラータン風鍋が完成しました、まあ、あの今日は外食ってことだったので、まあ、いつもだったらこれにご飯とか食べるんですけど、私はもう今日これだけのちょっとヘルシーめにしておきます。で、夫はプラスご飯ですね。で、これがね、なんかの動画で作ったかなと思うんですけども、山芋とトマトと生ハムの、しそあえですかね。これをもう前の日作っておいたので、残っているので、これも一緒に食べちゃいたいと思います。まあ、やっぱお野菜はあんまり取れてないので、こういう感じで食べたいなと思います。じゃあいただきます。いただきます。はい、ちょっとお味噌飲みたい。うん、美味しいです。はい、
食べてみよう、初めていただきます。まあ味見をしてね、美味しかったんですよね。よし、先にじゃあ食べてみて毒味させて、ね、うん、美味しい、いい感じ、うん、もう全然辛すぎんね。そう、意外とね辛くない。ちょっとね、あの私たちビビっちゃいまして辛いんじゃないとか言ってね、抑えながら作ったから、うん、染み出る、ね、健康ご飯やね、うん、ヘルシーだよね、うんうんうん、あ、美味しいじゃん。まあいろいろちょっと間違えたけどでも美味しい、うん、春雨も良き良き、うん、美味しいじゃん、うん、いいね、また作ろうかな、うん、なんか今度さ、また具材変えて作っても良さそうやな、うん、美味しいです。はい、というわけでこんな感じで一日の食事、お昼は外食バージョンでお送りしましたまあでもこんな感じじゃない、結構お昼外食べに行ったりとかした時とかは、うん、夜は結構、まあ、軽めというか、まあ、夫は食べるけど私はちょっと少なめにしたりとか、あのご飯食べる時もあるけど、なんかちょっとカロリー高めなものといいますかは食べずに、まあ、ヘルシーな感じのメニューだったりとかを選ぶ傾向がありますね。あとはなんか和食にしたりするかも、納豆と味噌汁とみたいなとか、うん、もうそんな感じで済ませたりすることがあるので、まあ、いつもねなんかフルで全部作ってたから、こういうバージョンもありなのかなと思って撮ってみました。はい、まあいろいろハプニングありましたが、こういう日もあるよねっていうことで、はい、優しく見てもらいましたかね、はいというわけで、こんな感じの一日食事 Vlog でした。またねちょっとやりたいなって思っているので、今度はまたこう作ろうかな、朝昼晩で、うん、撮りたいと思います。というわけで最後まで見ていただきありがとうございました。また動画撮ります。バイバーイ